今日は1月9日です。今日嬉しいことがありました。はい、一つ、ハルト君、今日は字上手ねって今日書き初めやったんですよ。そしたら言われちゃいました。先生に褒められたの。はい、今日は、今日はってことはいつもは、わたみ今日はそっか、ね、冬休みの間にクラスの全員に酔っ払したくなかったね。練習してたもんね。うん、じゃあ、これからも丁寧に書いてください。はい、で、はい、嬉しいこと2つ目、チョコエッグです。じゃあ開封していきたいと思います。はい、えっつって嬉しいこと2つ目には入りませんね。ただの開封ですね。そろそろさ、怖い、そろそろペンギンルイージ出てほしいね。来てませんからね。もうそろそろ、発着、そろそろこれももう終わりに近づいてますからね。そろそろ決めてくださいね。ゴールデン。わあ、それはメカクッパではないか。これはメカクッパくんじゃないですか。相変わらずうまいですね。はい。のプチプチパ。ちょっとメカクッパ組み立ててよ。お父さんが組み立ててくださいよ。だって私は開封係ですもん。仕方ありません。メカクッパでも簡単だからね、組み立てるのね。うわー、よし、いけ、のこのこだ。よっしゃ、新しいののこのこ出てなかった。うん、よかったじゃん。んー、でも七色ルイージが来てない。あ、ルイージじゃなくてマリオか。虹色マリオね。うわ、これ運にかけるしかないみたいですね。じゃあ3個目どうぞ。うわー、のこのこかわいいよ。これハルト、すごいかわいい。ゲームでも結構定番の1の1の絶対に出るお約束なので、うん、お約束キャラと呼ばれてますね。クリコとのこのこは1の1に出る超豊かなキャラと言われる。嘘ではあります。セントはバリバリーン。頼む頼む、チャチーン。3個目、はい、今日はノコノコ出たからいいんじゃん。まパックンフラワーだった。あ、それって持ってるよね。うん、ダブった。ついにパックンフラワー作って自分で。はい、じゃあ今日はできました。なんだよそれ、ちゃんとやってくれよ。着きました、ミニパックンです。今日の収穫は、収穫のこのこくんですね。収穫といえば逆だ、すいませんね。まだできないんですか。はい、逆だったので。そうですか、できましたか、できましたか。ああ。折れやすい。何のこのこやってんだよ。なんつって。なんちゃって。あ、投げた。はい、では動画を閉めてください。諦めました。なんだか顔がない、悲しい、しくしく。はい、さよなら。